チャリンドチャンネルです。巨人勝ちました。DeNA に2連勝でございます。今日はちょっと角度、カメラの角度をちょっと変えてみましたけど、ラスト今までの振り返ります。今日はサンチェス投手の復帰戦、サンチェス投手はいいピッチングをしてくれた。2回の裏、マル選手のホームランで先制して、吉川尚輝選手タイムリースリーベース。そして、その後ね、隅田選手のファーストゴロ、ソト選手が、フィルダースチョイスでもう1点追加、3対0として、まあね、今日はね、この3点だけだったんですけど、4回ぐらいに、ワーッと3塁から佐野選手のセカンドゴロの間に取られた1点だけにしのぎました。もう巨人はね、もういくつか逆転されててもおかしくないほどのチャンスの量でしたが、すいません、チャンスの量が ありましたけど、中継ぎがうまく継投してしのいでくれました。まあこっちもね、チャンスはいくつか、まあ作りましたけど、まあどうでした。まあそんな感じで3対1のまま9回表まで来て、ゼラノタ投手がピシャリと3人で抑えてくれました。巨人勝ちました。どうやって、明日がでは DeNA に3連勝でございます。まあもうね、今順位表確かやっと阪神が2位に来てましたね。というわけで、今日の動画は終わります。そして明日の DeNA 戦が終わったら、明後日から阪神戦4連戦でございます。ここでね、大きく、僕は変わってくると思います。というわけで、今日の動画は終わります。ご視聴ありがとうございました。